お母さん、お人形欲しい。一番古い記憶。お誕生日おめでとう。プレゼントは黒い髪の日本人形。嬉しくてお人形とたくさん遊んだ。そして次の誕生日が来て、その時のプレゼントはふわふわしてて髪の色が太陽みたいなお人形。その日からお人形と遊ばなくなった。最初は可愛く思えた黒目がちな瞳が不気味に思えて、この手で捨てた。確かに捨てたのに、どうしてお家にいるの？444回目のただいま。ということで、どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。今回は444回目のただいまというゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームが、さっきもあったように捨てたはずの日本人形が何度も何度も帰ってくるっていうねゲームらしいんだよね。もう怖くない？もう私ちょっとやるの怖くなってきちゃった。どうしよう。まあ、ちょっとね、夏ということでやっちゃいたいなと思います。こんな人形家に来たら嫌だと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。いや、怖いね。ちなみに私も、ちょ待って。え？びっくりした。オープニングの話してたら、急に広告まで怖い。やめてよ。え、ちなみに私もね、神社で怖い日本人形を見たことあります。はい。あれはもう忘れられませんね。ということで、早速、やっていきましょうか。レッツゴー。えへへ。よし、音量2、音量2でいこう。よし、いきます。タップで始める。お、アイテムを使って何とかを削ろう。ゲージがなくならない限り少女は呪いの影響で人形を捨てられない。え、じゃあこのゲージをなくせば人形を捨てられるんだ。どうやってやればいいの？ゲージ、おー、なんか開けられる。なんだこれ、よくわかんないんだけど。お、なんかこの、怪奇現象、一つ目怪眼が発生しました。え、何それ、よくわかんないんだけど。どうやってゲージ減らす？なんかこの人形プルプルするけど。うわぁ、通信エラー、許さない。怪奇現象、止まらない通知が発生しました。どんどん来るね。ちょ、待って。でもゲージ減らすにはどうしたらいいの？浄化とかあるけど、浄化でもなんかポイントがないとできないっぽい。なんだこれ、くじ引きっていうのもあるけど、広告を見てくじ引きができるんだって。おう、浄化の玉。使用すると人形のゲージを最大値の 100% 消耗させるとかあるんだ。あー、じゃあちょっとこれ広告見るか。う、サメ怖ー、こっちも怖い。こっちも割と、お、大丈夫か。おい。もう無理だろ、おい、バカー。骨になっちゃった。頑張れよ、次は頑張れよ。もうちょっと大きくなってからにしろ。そう。あ、いいよいいよ、学んでるね、いいよ。おー、いいじゃん、成長したな。頑張れ、学んだからな。学んだから、まだ早い、言うたやないかい。はい、ということで、今広告見たので、くじ引いていきましょう。いいのか、いや、怖いな、くじもめちゃめちゃ怖いな。あ、ちゃんと、呼び鈴、使用すると捨てた人形がすぐに戻ってきてしまう。まあけど、これは、とにかくまあ、人形を捨てて、戻ってくるっていうのを楽しむ動画みたいなので、まあちょっとこれはいいですね。捨てに行くってこれ。なんで？重くて持ち上がらない。怖いな。てか結構でかくない？まあまあでかいよね。どうしたらいいんこれ。なあ。集めるとかもあるけど。あ、なんかあんな。こういうの集めたら何があんの？縛るっていう、なんか紐かこれ。紐が集まってるけど。これなんだ？これ集めることで何が起こるんだろう。よいしょ。塩も集めよう、塩も。はい。いろいろと集まったよ。これ縛るってやってみる？はい。うわ！あ、ゲージが減ってってるぞ。どうだ？もっと縛ってみるか。おい！いや、もう呪われるけどな！こんな。あ、でも結構、縛れてる。はい。こういう感じで。そろそろ捨てても大丈夫かな？じゃあ一回目、捨てていきますか。捨てに行く。あ、場所選べるんだ！で、今選べるのが、ゴミ捨て場だって。え？ちょ、一番ダメじゃない？ゴミ捨て場とか呪われるだろう。はい。これで大丈夫だよね。
ゲームを一時中断して休憩しよう。まあ、自宅へ戻る。けど今なんかさ、時間書いてなかった？何十秒みたいな。30秒って書いてあった気がするから、多分30秒後に戻ってくる気がする。てか明るくなったの部屋が。やばい、怖いんだけど。でもちょっと見てこう、戻ってくる瞬間を。やばい、怖いな。なんだこの音楽。あ、一応いじれるんだ、こういうの。いや、テレビもザラザラ。やだね。鏡とかもチェックできるんだ。そろそろ様子を見に行くとかあるんだ。うわ、なんか来てる、近い近い近い、やばい。人形がモダバでゼロって書いてあるよ。うわー、こんなの絶対おかしいよ。いえー、なに、嘘、いやだよ、また私のお家いるの。どうして、お部屋のどこに逃げても、お人形と目が合う。いや、嫌だよ。こんなこと、信じたくない。日記だ。少し、笑ってる、思った。てか、なんか誰だ、こんなところに。ポイ捨てしたのはゴミよ。しかも生ゴミ。夏にこんなゴミしてたらすぐハエがね、たかってね、牛が湧くんだからよくないよ。コレクションが追加されました。いや、こんなコレクションいらんな。かじられたリンゴ。綺麗に食べられている。お人形もお腹すくのかな、なわけあるかい。なわけあるかいで。この魚もあるけど猫ちゃんかな、食い捨てられた魚。何のお魚だろう、ちょっぴり匂うかも。まあ、生ゴミは匂うだろうね、夏だし。え、これさ、どこタップすればいいんだ、こけししかいじれないんだけど。うわ、怪奇現象、暗闇の猫が発生しました。にゃーごはかわいい。にゃーごはかわいい。今のが、魚の骨落とした犯人かな、ねえ。で、このこけしだけいじるのなんなんこれ。よくわかんないけど。集めるってみるか。うえ、紐がいっぱいある。とにかくこういうのを集めて、どうにか、ゲージを減らしていくんだろうね。はい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 。よいしょ、ここら辺の紐集めて。じゃ、今度は、部屋に戻ってかけるやってみようかな。はい。塩をかける。あ、ゲージ結構減るね。で、あとまた縛りますか。いや、申し訳ないけど。いや、一番呪われるだろ、こんな。怖いわ、ほんとに。はい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 。そろそろ捨てても大丈夫かな。じゃ、また捨てに行きましょう。てか、真ん中にさ、帰ってきた回数とかあるんだね。へぇー。で、まだゴミ捨て場しかないから、ゴミ捨て場に捨てます。で、30秒後に帰ってくんだよね。怖いでー。で、これじゃあ、この間ね、集めに行っとくか。いや、この現象も怖いけどね。なんでさ、いつの間にこんな紐とか塩がさ、部屋に出現するわけ。これも怪奇現象だけどね、めちゃめちゃ。うん。怖いわ。で、ちなみにこれは、444回ね、お人形が帰ってくるっていうのをやると、もっとなんか怖いことがあるらしいんだけど、ま、さすがに実況中にそれは難しいね。うん。うわ、こう、早っ !30秒早っ、やだ、助けて、お母さん、てか、お母さんどこ、そういえば。お母さんどこなん、あれ音ちょっと変わった気がする。なんか、ゲージ溜まってない、上の。上のゲージ溜まってない、怖いんだけど。とりあえずじゃあ縛りますか。もうごめんね。とりあえず縛りますかってワードも怖いよな。え、なんか嫌な。すごい、黒い影が見えるんだけど。あ、なくなっちゃった。また塩をかけて、また集めに行って。ほい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 。で、縛ります。すまんな、ほんとに。ごめんな。はい。そうそう、捨てても大丈夫かな。ごめんなさい、捨てます。はい。すいません、これで大丈夫だよね。いや、もうフラグなんだよ。もう大丈夫じゃないだろ、こんなに怪奇現象が起こってるんだから。ねえ。様子を見に行くで、ここでもう近くにいるの怖すぎない？もう来るよ。じゃ、ここで待機しよう。30秒が経つまで。あれ？一回移動しなきゃいけないのかな、これ。はい。あ、一回移動しないと帰ってこないのか。いやだ、助けて、お母さん。変わらないで、ここは。あ！あ、待て。なんか様子が変わった。これ、回数重ねる。おーい！お母さん。お母さん、お母さん。お人形がまた帰ってきてる。私ちゃんと捨てたんだよ。なんで信じてくれないの？真っ暗で狭い場所なら。お人形もきっと帰って来られないよね。これ新しい捨てる場所が増えたのかな？目から血みたいなの怖いよ。
新しい場所を見つけた排水溝。なるほど。ほんとだ、目から血出てるんだけど、何があった？で、コレクション追加されました。空き缶。今さっきからゴミばっかり拾ってきてるんか。なんか猫ちゃんがさ、外にさ、プラッとなんか出てっちゃって、セミのね、抜け殻みたいなのを持って帰ってくるみたいなエピソードは聞いたことあるんだけど、ゴミ連れて帰ってくる人形って嫌だね。中身はなくなっている。リサイクルに出そう。偉いな。偉いな。不気味だろ。捨てろ。ここら辺いじってなんか怪奇現象起こるかな。これ扉も怪しいよな。なんか起こりそうだけど。まあ、とりあえず、集めるか。はい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 。で、部屋に戻って。まあ、縛ることしか基本的にはできないからな。縛ると、この、塩をかける。ただなんか、ちょっとずつゲージの減りが、少なくなってる気がするな。どんどん捨てにくくなってるんじゃない？ねえ。あ、オッケー。じゃあ捨てに行きますか。はい。排水溝、1分。こっちはちょっと長くなってるね。捨てます。いや、映ってたんだ、こうやって。これで大丈夫だよね。もっとしっかり中に入れなさい。てか、呪われるぞ、こんなことしてたら。なあ。CM に入ります。また出た！怖い！これも怖い！あ、広告見てたら、戻ってきてた。こんなことで、泣かないもん。いや、こんなことじゃない。もう大それたことよ。泣く泣く。もう、おぎゃーおぎゃーって泣きますよ。赤ちゃんに負けじと、おぎゃーおぎゃーって。うわー！やべ。やべじゃん、これ。あ、どうしようか。あ、やべやべ。お母さん、話を聞いて。私、ふざけてなんかない。ゴトって音がした。私、お人形触ってないのに。お人形倒れてる。倒れたまま。私を見てる怖ってか、なんでお母さん信じてくんないの？娘がこんなにさ、怖い目に遭ってんのに、お母さんなんで信じてくんないの？やばいやばいやばい！顔にヒビが入ってる、ほんまや。顔にヒビ入ってる、何これ？今度は。包み紙。お菓子のゴミかな？ポイ捨ては良くないね、ほんま。間違いない。なんでゴミばっか集めてくる、この本人形は、ほんとにさ。このコレクションも何の意味があるん？よくわかんないけど。で、怪奇現象、止まった。え、怖っ。逆に怖いわ。よし。とりあえず、お払いして。はいはいはい。もう、変わらずやることは一緒。とにかく、縛りつけるっていうのも怖いよな、本当に。そろそろ捨てても大丈夫かな。じゃ、また排水口に、捨てます。はい。で、自宅に戻る。で、CM を見る。おー、なんかちょっと落ち着くな。これ、お願い社長だよね、多分。なんか、お願い社長の CM 見て落ち着くって嫌だけど。こっちの集めるお部屋ではやっぱり何も起こらないんかな。はい、帰ってきました。なんでここにいるの？ほんとだよね。怖いもんな、ほんとに。そして、あ、なんか落ちてる。イヤリング。片方だけなくしちゃったのかな？持ち主はきっと探してるよね。いい子すぎない？マジで。この主人公の女の子、いい子すぎない？さっきから。リサイクルしなきゃとかさ、持ち主探してるよねとか。そもそも家にさ、イヤリング落ちてたらさ、他人のものではないだろ、普通。ん？顔、どうしたの？え、聞いてたよ、今。大丈夫、今顔なかってるけど。ケンちゃんな？ケンちゃんな？いやーん。いやんね、これ怖いね、ほんとにね。すいません。ちょっとお塩かけさせていただきますね。さらに縛らせていただきますね。ごめんなさいね、ほんとに。私もね、このことしたくないんだよ。あなたがね、いや、あなたがね、帰ってこなければ、私はもうね、なんも言わないから、ね、で、私じゃないところで幸せになってほしいな。はい。ということで、では、またすいません。排水口にね、何でも申し訳ないんですけど、行ってらっしゃいということで。はい。やばい。そろそろさ、左上の青いゲージが溜まるんだけど。これ戻ってくるね。あと3秒で戻ってくる。2、1。で、一回移動して、部屋に戻るで、いるー。なんでここにいるの？やめてよー。やっぱゲージが溜まったら変わるんだ、見た目が。最初の時と、お人形、顔が違うの。夢なら早く覚めて。怖くてお人形見えないように眠った。ズズズズ、ズズズズ。変な音聞こえた。ちょ、怖い。やめて。マジで怖いんだけど。マジで怖いんだけど。は
早く早く早く帰ってこれない場所に捨てないと。口が裂けてる。あ、イヤリング片方見つかってよかったね。はーい。相変わらずここら辺のこけしとかしか移動できない。怪奇現象起こんなくなったな。なんだろう。もう起こんなくていいんだけどさ、怖いから。もうやめてよー。ねえ。とりあえず集めるけど、無心で。無心で集めるけどさ。あ、お庭、さっぱん。たくあんち。あ、怖いな。あんまりもう画面すら見るのが怖くなってきちゃったよ。もう多分すごい挙動不審だと思う、とても。いやー、ごめんね、本当に。よし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 。はーい、ということね。いってらっしゃい。もうごめんね。いってらっしゃいって言っても帰ってこなくていいんだけどさ。ごめんなさーい。すいません。あ、ちょっと癒される広告。いつも広告嫌だけど、広告ありがとう。これ帰ってくれよ、絶対。絶対帰ってくれよ。とりあえず、あ、なんか待って。新しいやつがある。これ払うやつかな、もしかして。あ、払うアイテムとか手に入るようになるんだ。いいね。新しいアイテムとか手に入るのはいいわ。よしよし。で、これ帰ってきてるよ。帰ってきてるよ。絶対帰ってきてくるからね。はい、タイパイ、こんにちは。お人形さん、生きてるの？それとも。いやー、また包み紙なんか持ってきちゃって。で、ゲージ溜まんの早くない？なんか。ねえ。これ払うやってみる？あ、払うやと、まあまあゲージが大きくなるんだ。よし、じゃあ縛ります、あとは。よし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 。ほい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 。すいません。ごめんなさい。はい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 。いや、しぶとくなってきてるな。お人形さん、捨てるのに。はい。すいません。もう一度そこへ。さよなら。ちょっとじゃあ、待ってる間に、くじ引き引こうかな、広告見て。お願い、社長！さあ、じゃあ引いていきましょう。さあ、何が出る？さっき3等だったけど。また3等、呼び鈴、あ、戻せるやつね。ちょ、もう一回見ようかな。よし。もう一回引きます。さあ、何が出るかな？何等だ？ 3 等以上、5等下がったな。聞く。お仏壇に備えてあったお花だ。なんでこんなところにあるの？これ何に使えるんだろうね。はい、こんにちは。お人形さん生きてるの？それとも。いやね、本当に。今帰ってきた回数が。やばいんちゃう？こと？お人形、捨てても帰ってくるって。学校のお友達にも言ったけど、面白がられただけ。信じてくれない。人がいっぱいいるとこなら、お人形も迷って追いかけてこないかな。おお、なるほど。また新しい場所に捨てられるようになったのか。目、なくなっちゃった。嫌だ。え、マジ？ほんとだ。目がない。最初からなかった気もしなくもないけど、なか、あったか。目はギリギリあったのか。さあ、怪奇現象は起こんないかな。まあ、とりあえず、集めます、アイテム。で、すいません。じゃあ、まず払って、塩かけて、縛ります。やっぱり、しぶとくなってるわ。で、新しく捨てに行ける場所はどこだ？学校ね。いや、学校も怖いよ。ねえ。捨てます。はい。まさかの下駄箱！ここの人かわいそうだろ！この下駄箱の人かわいそうじゃない？たかしくん。たかしくんかわいそう。次の日学校行ってさ、登校したら、お人形履いてて怖ーって。もう気絶するから、たかしくんね。でも、これは残り1分20秒ぐらいかかるけど、まあ、鈴使って呼びますか。呼び鈴を使用すると、お人形がすぐに帰ってきてしまいます。使用しますか。まあ、本当は帰ってきてほしくないけど、ゲームを進めるためにはね、呼んだ方がね、いいからね。一人は嫌だよ。早く帰ってきて、お母さん。お母さん何してん？お母さん、お仕事かな？うぅ、一気に、たまる。え、めっちゃ変わるやん、お人形ゲージ。え？やべえ。ダメ、ダメ。お人形、戻ってきた。どうして？私のところなの？ねえ、誰でもいいから、助けてよ。呪われてる。この人形から呪われてる。怖い、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 怖い。お、プルプルしてる、プルプルしてる。大丈夫、大丈夫。なんか笑いこらえてるんか。なんか笑いこらえてるんじゃない？私の実況が面白すぎて笑いこらえ
てるでしょ。いいよ、爆笑して。爆笑していいよ、面白いなら。うん。消しゴム。なくしてた消しゴム。もしかして、拾ってくれたの急に優しい。急に優しい。そうだよね。学校にしてたもんね。学校で拾ってきてくれたんかな。優しいな、急に。大丈夫、なんで？なんで急にそんな優しくなったん？なあ。怪奇現象が起こんなくなったけど。ずっとこけしはプルプルするんだけどね。なんなんこれ。とりあえず集めます。てか、なかなか捨てられなくなってる。アイテムなくなっちゃうよ。やばい。ちょっと待って。どうしよう。ごめんね。そろそろ捨てても大丈夫かな。あいあい、怪奇現象。地の手が発生しました。やめてよ。頭ないよ。頭ないよ、大丈夫。たまに頭なくすのやめて。捨てまーす。捨てまーす。ごめんなさい。じゃあ学校に捨てまーす。すいません。はい。で、まだ使えますか、鈴。はい。いや、嫌だけどね。なんで？なんでなの？ほんとだよ。いや、てかめっちゃ溜まるの早くない？ゲージ。めっちゃゲージ溜まるの早いんだけど。やーべ。お母さん、私を気にしないの？私こんなに苦しいのに、一人にしないで。ずーずーずずずず。またこの音、もういや、やめてよ。怖い怖い。この絵はさ、これ誰が描いてんのこれ。え、これ女の子が描いてんのかな？仲良さそうに描いてるけどね。いや、ズズズって描いてあるけど。目から血がドロドロ。いや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 、いや顔ないから。顔ないから。やめてよ。また消しゴム、こんな消しゴムどんだけなくしてん、女の子は。女の子消しゴムなくしすぎでしょ。じゃあそろそろやめていいですか、皆さん。私そろそろやめたいです。400 これさ、444回目までやった人すごすぎない？なんか、レビュー見たらいるっぽいけどさ、猛者だよね、そんな。絶対できんて。でも、お祓いして、お祓いして、塩かけて、縛って、でも、しぶとくなってきたから、ほら、なかなか捨てられなくなってきたよ。わあ、もうやだやだ、やだやだって、ほんとに。さ、はい、はい。そろそろ捨てても大丈夫かな？捨てていただきます。ごめんなさい。はい、はい。はい。はぁ、怖すぎ。怖すぎ、ほんとに。思ってた500倍怖いんだけど。じゃあまたくじ引くか。引きます。どうだ？ 4 と割れた手鏡。444回目のただいまの手がかりを解放する。なにそれ？帰ってきた回数が444回目以上の時に、部屋の中をタップすると発生。いやー、でもそんなことやれないから。そこまでやらんから。ゆかりちゃん、お帰りなさーい。頭が痛いよ。もう怪奇現象起こりまくって頭痛くなってますやん。ねえ、マジ怖いから、ほんとに。もう頭痛いじゃ済まないよね。気絶した方がマシじゃない、なんなら。気絶したら怖くないからマシだよね。すいませんが、お払いさせていただきます。よし。よし、また。お人形を待ってる間に、待ってるって嫌だけどね、広告見て、くじを引いていきます。マジで、2等以上来てほしい。2等か1等。いいの来て。5等、ろうそく。火をつけてできるだけ明るくしなきゃ、暗い部屋は良くない気がする。いや、当たり前だよ。いや、ていうか、役立たないアイテムだな。これどうなん？あ、もう30秒で戻ってくるか。じゃあ集めて待っとくか。いや、待ちたくないんだけどね、ほんとに。はい、来ました。頭が痛い。もうこれ変わります、見た目。ダメだよ。この先もずっと一緒？絶対嫌。お人形どうしようって悩んでたら、子供たちが学校の先にある公園に走っていったの。小さな子、お人形拾ってくれないかな。私はもう嫌。嫌だよ。それは良くない。でも、いやでもこの女の子の心境になったらそう思うのかな。誰か引き取ってって。嫌なっちゃうか、しょうがないか。でもその子も被害になっちゃうからね。おーい、赤黒くなってこっちを見てくる。それよりも、それよりも体がいい。ケンちゃん、心配になるわ。さすがのお人形さんでもね。てか新しい捨てる場所が加わりましたね。はい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 。
で、集めるで。集めるアイテムは特に増えてないかな。なんか公園に新しく捨てられるようになったっぽいけど。捨てられる場所が増えると何か変わるんかね。さあ、そしたらお祓いして、お塩をかけまくり、はい、縛る。あ、捨てられそうですね。よし。じゃあ新しい場所。もう顔がやばいって。公園、捨てます。4分だって。長いですね。ブランコまさかの。ブランコに座らせてあげてるん。さあ、戻ってきてますね。鍵を閉めても、ダメだったらやばすぎない？やばいよね。どんだけうちがいい？このうちが、よかったんか？そんなに、なあ。さあ、どうなる？もうこれ以上ひどくなることってないだろう。なあ、あったね。やーべ。少し期待したけど、お人形お家にいた。こんなに苦しめるの許せない。怖い思い、私ばっかり。やめてよ。私じゃないといけない理由は何？私を嫌いにさせてやる。おお、私を嫌いにさせてやる。なんかちょっと強気になってきたな。顔崩れてきたような。確か、いや、ま、うん、すごい。いや、ハンカチ。うっすらと名前が書いてある。あれ？この名前。え、何の名前な？何の名前な？気になるんだけど。まあ、じゃあアイテムはだいぶ集まってるんで。はい。よし。捨てます。さあ、広告見たので、また引きます。五刀、ハサミ。錆びついたハサミだ。切れ味は悪いけど、ないよりはマシ。何に使うん？いや、危ないだろ！もう、嬢ちゃんが危ない！いやー、瞬発力すごい！ありがとうで済まないだろ。ありがとうございます！本当にありがとうございます！もう一生あなたに尽くしますってなるだろ。ありがとうじゃないのよ。なんか最初の方に3頭出てたの割と運が良かったのかな。いやー、多い！五頭、ビデオテープ。何のビデオだろう？見る勇気はないかな。いや、見たくないね、確かに。ビデオテープ見たくないな、ホラーゲームで。さあ、もう一回引きます。頼みます。頼みます。スキップしないから。スキップしないから、いいの来て。4と、いらんて。もう一回引きます。もうこれでダメだったらもうガチャ引かないから。これでいいの来なかったらガチャ引かないから。3頭来たよーし、オッケー。で、戻ってきてる。広告見てたら戻ってきてる。どうすればいいの？私も聞きたい。あー、変わるー。変わるー。あ、もうダメだこりゃ。苦しめる人形なんて大嫌い。お人形にいっぱい嫌なことすると弱ってる気がする。帰ってこないでって言ったら、ズズズズズズ、聞こえてきた。この音は不安でいっぱいになる。この音を鳴らしてズズズって言いながら帰ってくるんだね。なるほど。気持ち悪い。嫌だ、消えてよ。女の子。え、何の音？怖いんだけど。怪奇現象、突然のシャットダウンが発生しました。もう女の子目線からしたら意味わかんないからね。何シャットダウンってってなるからね。ゲームやってるからさ、シャットダウンってやったらなんかわかるけどさ。いや、怖すんぎ。とりあえずもう、はい。ドゥルルルルって。もうひたすら、はい、お願いします。もう、帰ってこないでください。女の子のためにも、私のためにも。はい、捨てます。はい。公園。さよなら。で、さっき鈴手に入ったんで、まあ、本当は呼びたくないんだけど、呼びます。ズズズズズズって、お耳で鳴ってる。ズズズズズ。これ、ひらがなとカタカナが混ざってんの怖いよな。はい、また捨てます。もう作業みたいだね。これ、本当だったら、なんかね、こんな一気にやるもんじゃなくて、コツコツやるんだって。いや、やりたくないけど、このゲームをコツコツやる人の気が知れないんだけどさ、うん。帰ってきてるね。あい。あい。ズズズズズズ。お耳で鳴ってる。ズズズズズ。え、なんかさ、五七五みたいじゃない？ちょっと多いけど、ズズズズズ。お耳で鳴ってる。ズズズズ。笑い事ちゃうわ。笑い事ちゃうんよ。あ、進化します。進化します。もうこれ以上どう怖くなるってんだ。なあ、あーあーあー。お人形、塩が嫌いみたい。塩は悪いものを追っ払うってお母さん言ってた。だからお人形は悪いもの。海だったらお人形も、きっと、きっと音楽が不穏になってる。いや、嫌だ。
お顔が増えてる、怖い顔を増やすな。ねえ、本当にさ、やめて。はい。まあ、ということでですね、皆さん、もうこの辺にしちゃいます。この辺にします。うん。これ以上やったら、やばい気がするんで、一旦アプリ閉じます。はい、ということで皆さん、444回目のただいま、いかがだったでしょうか。いや、めちゃめちゃ怖いですね。私はこの後すぐね、ゲームをアンインストールするんですけど、どうする？消しても消しても消えなかったら。いやはい、ということで今日の動画以上です。いや、マジで怖いなと思った方はチャンネル登録と高評価、そして動画の感想をコメントしてください。SNS は Twitter、Instagram やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。ごちそうさま。もう怖い。さよなら。